チワワ砂漠は、メキシコ北部からアメリカ合衆国南西部にかけて、広がる砂漠及びエコリージョンである。テキサス州西部の大部分、ニューメキシコ州のリオグランデ川中流から、下流の盆地及びペコス盆地、アリゾナ州南東部の一部分、及びメキシコ高原の中央部から北部にかけてを占める。西は西シエラマドレ山脈を境とし、 東シエラマドレ山脈西北部の低地に沿っている。メキシコ側では、チワー州の広大な領域を占め、コアウイラ州の一部、ドゥランゴ州北東部、サカテカス州北端、及びヌエボレオン州西部の小さな領域を覆っている。面積は、約36万2000平方キロメートルで、アメリカ州で、パタゴニア砂漠に次いで2番目に広く、北、アメリカでは、最大の砂漠である。 砂漠は、数多くの山脈によって区切られた盆地から、構成されるチワワ砂漠にはいくかの大きな山脈があり、そのうちには東シエラマドレ山脈、シエラ、デルカルメン、オルガノス山脈、フランクリン山脈、サクラメント山脈、チソス山脈、グアダルーペ山脈、デイビス山脈が含まれる。これらは砂漠に隣り合う、あるいは砂漠の中のより寒冷で湿潤な気候を持つ。 スカイアイランドを構成し、これらの高地には、新葉樹と紅葉樹の両方の森林地帯が含まれる。厳密には、チワワ砂漠のエコリージョンの外になるが、サンディマン山脈南端部はこの地域の北端に近い。マグダレナ山マテオ山脈及び、平地域は低地において、チワワ砂漠と境をなす。砂漠の中にはいくつかの都市部がある。最大の都市は、シウダー・アフアレスで、 200万人近い人口がある。エコリージョン内の他の主要な都市にはチワワ、サルティオトレオン及びアメリカ合衆国のエルパソ、ツーソン、ラスクルーセス、ロズウェルがある。モンテレーはメキシコのチワワ砂漠近くに位置しており、アメリカのアルバカーキも砂漠の数マイル北に位置する。世界自然保護基金によると、チワワ砂漠は種の種類や固有種の多さという点において、 世界の砂漠のうちで生物学的に最も多様性に富んだ地域であるかもしれない。この地は主に放牧によってひどく破壊されている。多くの固有の総本植物などの種に変わり、今では下放牧と都市化に伴ってメキシコ浜シやメスキートなどの木元植物が支配的になっている。かつて多数いたメキシコオオカミは絶滅に近い状態にあり、 絶滅危惧種に含められている。チワワ砂漠は主に雨影砂漠であり、西に西シエラマドレ山脈、東に東シエラマドレ山脈という二つの主要な山脈に挟まれて、それぞれ太平洋とメキシコ湾からの湿気の大部分を遮断している。気候的には乾燥気候で夏に唯一の雨季があるが冬の初めにも少し雨が降る。 夏の雨は6月末から10月初めにかけてメキシコ湾の湿った空気がこの地域に及ぶ北アメリカモンスーンの時期に降る。西のソノラ砂漠と比較すると内陸にあることと標高が高いことにより夏の気候はより穏やかであり冬は涼しいか寒く時に霜が降りる。年間平均気温は摂氏約24度であるが高度により違いがある。 砂漠で最も暑くなるのは低地及び盆地部である。冬の気候は南部より北部でより厳しく吹雪になることもある。チワワ砂漠の年間平均降雨量は235ミ、mm、リメートルで150から400ミリほどの幅があるが他の温暖砂漠エコリージョンよりも降雨量は多い。乾燥地帯の2、3地くは年間降雨量が225ミリから275ミリの間にある。 標高の高い峰以外では、降雪は稀である。チワワ砂漠は比較的新しく、砂漠になってから8000年ほどしか経っていない。プロングホーンとレチュギアはチワワ砂漠の在来種。メキシコハマビシはチワワ砂漠の盆地内の砂の多い土地で、支配的な植物である。それ以外の種は土壌、高度、土地の傾きなどの要素に依存して分布する。 アケーシャにオーバーニコーザ及びたあるブッシュは北部で支配的で、西部の砂地ではサラサンネススカパリアスが支配的である。ユッカとオプンティアは中央の山麓に豊富に見られ、アリゾナルインボーカクタスとフェラーキャクタスピロッサスはアメリカメキシコ国境付近に生育する。総本植物のブッシュミューリー、ボーテローア族などは砂漠中の草原や近隣のニシエラマドレなどの山麓で、 支配的である。レチュギア、ハニーメスキート、オプンティアマクロセントラ、エキノケレウスペクティノタスは、コアウイラ州西部で支配的な種である。オコティオレチュギア、ユッカフィリフィラは、砂漠の南東部で最も一般的に見られる。カンデリージャ、ミモザザゴフィラ、アケーシャグランドヤリファー、レチュギアは、水はけの良い野菜地盤に見られる。 東シエラマドレ山脈近くの低木は、レチュギア、グアピージャ、ササノユキ、ソトル、バレエタのみであるが、よく発達した海藻構造には、総本植物、マメサボテン類が含まれる。草原は砂漠の20%を占め、しばしば低木と草地がモザイクになっている。アリスティーダパーパー、ボートローア・エリオポダ、ボートローア・カートイペンドやらが含まれる。 初期のスペインの探検家は、馬の腹の高さの草を見たと報告しているが、おそらく定地のスパーボラス・ライティやプラリーフィス・ムチカのことであろう。ありがとうございます。